今日は天沼教会の礼拝にお招きをいただいて共に礼拝をさせていただきますことを本当に感謝しております。最近私は毎週違った教会に礼拝の方針出かけております。そして、大体、牧師さんが今少なくなってしまいまして一人の牧師さんで3つ4つ掛け持ちをしていらっしゃいますので、牧師さんがいらっしゃることはありません。今日は二宮先生がいらっしゃったのであれ私が来たのになぜ二宮先生がいらっしゃったんだろうと思ったぐらいです。ただ参りますと私が礼拝に参ります教会はだいたいせいぜい20人から30人多いところで40人集まってるっていう程度です。久しぶりにこんなにたくさんの人たちの前に立って今日はいささか緊張しているところでございます。しかしこうして皆さんと一緒に礼拝できることを本当に心から感謝しております。ひとときの間皆さんと一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。で聖書朗読をしていただいた伝道の書の言葉をまず最初にお読みしてみたいと思います。もう一度聖書朗読の言葉を写していただけると幸いだと思います。伝道の書の第3章の1節から読んでまいりたいと思います。天が下のすべてのことには季節がありすべての技には時がある。生まれるに時があり死ぬるに時があり植えるに時があり植えたものを抜くに時があり殺すに時があり癒すに時があり壊すに時があり建てるに時があり泣くに時があり笑うに時があり悲しむに時があり石を投げるに時があり、うんうんとずっと続いていきます。で、上の高学聖書で見ますと上の段と下の段が分かれていまして、最初のところはともかくとして上の段に描かれていることはあんまり美しいことではないことが描かれています。で11節に飛んでいきたいと思いますけれども、神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできない。今日のお話の題に皆その時にかなって美しいという題をつけさせていただきました。ところがこの聖書のことに書かれている言葉をずっと読んでみても、そしてまた現実に私どもの周辺で起こっている全ての出来事を見ても、本当に神のなされることは皆その時にかなって美しいと言えるのかどうか、ちっとも美しくないことの方が多い現実の中に私どもは今生きており生活しています。その中で私どもはその美しいということについて、また神が時にかなってなさるということについて少し考えてみたいと思います。あるところに立派な日時計がありました。それには人の一生を短く言い表した次のような言葉が彫り込まれていました。多感な10代、学びの20代、喜びの30代、情熱の40代、力に満ちた50代、感慨深い60代、厳粛な70代、衰えの80代、呼吸が弱まり死葬られ神の身元へ。まあ人の一生の各時期をこのように単純に割り切ってしまうことはできないかもしれません。しかし確かなことは、人間に割り当てられた時にはついに終わりが来るということです。ところが伝道者ソロモンはこの伝道の書の中で時について述べてきて、そして少し省略をしましたけれども11節のところで
神のなされることは皆時にかなって美しいと言ったんです。でも必ずしもそうじゃないんじゃないかということはソロモン十分に理解してました。ですから神のなされることは時にかなって美しいと言ったんですが、その後に続けて、それでもなお、ね、それでもなお人は美しいと言った後でまずこう言うんですね。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた、ね、そしてその後それでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。ですから私どもが神のなされる技は時にかなって美しいと理解するためにはまず永遠という時をかけなければならないのかもしれない。それぐらい私どもが生かされている現実の中では必ずしも美しくないことの方が多いように思うんです。で、ついに終わりが来る。でも終わりが来るということが困るんですね。解決できないうちに終わりが来てしまうからです。で、詩編の90編の10節と12節をお読みしてみたいと思いますけれども、詩編の90編の10節と12節、共同訳聖書では1073ページ、口語訳では829ページですが、ここに、実節のところに、このように書かれています。我々の弱いは70年に過ぎません。あるいは健やかであっても80年でしょう。しかしその一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎることは早く我々は飛び去るのです。そして一節飛ばして十二節、我々に己が日を数えることを教えて知恵の心を得させてください。作者は時の経過の速さということを知っていました。ある人は自分には十分な時間があると思っているかもしれません。人生の時計は一度だけネジを巻かれるといいます。そしていつその針が止まるかは誰にもわからないんです。賢者ソロモンは人間の一生における諸々の瞬間は人の思いのままにならないということを認めて、人間に割り当てられた時間表の冒頭に生まれるに時があり死ぬるに時があるというのを持ってきました。誕生と死、これは本人の意思と努力によってはいかんともしがたい出来事の最たるものです。ある人は人間についてこんなふうに申しました、人の一生についてと言ってもいいかもしれない。塵は風の力によって空中に巻き上げられ、しばらくの間空中にとどまるが、その風の力がなくなると再び降りて元の土に帰る。人間とはちょうどそんなものである。人間はただ一回の塵であって本来の姿である塵に帰るのであると。しかも塵が空中にとどまっている長さは塵自身の力によるのではなく、全く塵を空中に巻き上げてくれた風の力によるものです。私に割り当てられた一生の長さは自分ではどうしようもない、知る由もない。願わくは少しでも長く勝ってほしいと期待します。そして詩編記者も健やかであっても80年でしょうと言いました。若い時に80年というのは随分長いと思ってました、日にちに計算すると29,200日になります。29,200日っていうのは随分長い。しかし1年365日ずつ消費していくわけです。16歳になりますと6000日所有したことになります。30歳では1万1000日所有したことに消費してしまったことになります、
80年まで生きれば十分だろうと思ってたんですけども、私も80年を超えてしまいました、ね、2万9200日を超えて生きながらさせていただいております。青年重ねてきたらず、歳月人を待たずと、まあ実感させられるこの頃です。こんなザレ歌があります。時のおじさん、おかしなおじさん、年がら年中スタコラセッサ、待っておくれおじさん、おじさん待って、いくら読んでも何部頼んでも、お耳はつんぼでおわしは達者というザレ歌なんですけども、この時のおじさんは本当に待ってくれない、どんどん行ってしまいます。人生をこういう数字に置き換えて考えると、2つのことは同時に行えない。私の場合、ある日数は働きにあて、ある日数は休息にあて、ある日数は礼拝にあてるということになるかもしれないと思うんです。そしてその準備のために年月を使ってまいります。したがって私たちが正しく生きていこうと思うならば、適正な生活のバランスをとっていく、時間の正しい配分をするということが必要になっています。で、人生の日数をどのように割り当てるかは私たちの自由になるようであって、その実私たちの力を超えて定められているのではないでしょうか。飢えるに時があり、植えたものを抜くに時がある。農業の営みにも定められた時があります。私は最近はずっと百姓してるんですけども、なるようなものなんですけれども、でも本当に植えるタイミングと抜くタイミングが狂ったならば、良い収穫を得ることはできません。立てるに時があり、立ったものを壊すに時がある。国立競技場が壊されていく状況のようですけれども、本当に立ったものは必ず壊される時が来る。そしてそれは自然界の出来事だけではなくて、人間の喜怒哀楽のような内面的な営みの折り伏しにさえ定まった時があるということができます。自分の力を超えて割り当てられて定められている、自分では自分の時を定めることができないと考えると不公平だと感じる方がおありになるのではないかと思うんです。ある人々は、自分はなぜこんなに暗く悲しい日ばかり割り当てられており、他の人にはなぜあんなに愉快で楽しくて平安な日々、豊かな日ばかり与えられているのだろうかと考えます。以前 PHP という雑誌がありました。今もあるのかもしれませんけど、最近全く読んでないんですが、そこにはいつも人生の哀感にあふれるエッセイが寄稿されていました。で、そんな中に一つのお話がありました。 N さんという58歳になる会社員の方が自分の体験を寄せていたわけです。で、 N さんは長女を脳腫瘍で失い、奥さんを脳一血で看病することになりました。半身不随になって、全治の見込みのない長い入院期間がもう10年以上も介護の期間が続いていました。で、彼はなぜ自分だけがこんなに不幸なのか、不平と落胆と挫折感、やるせなさ、絶望と焦燥の中にありました。で、そんなある日、新聞を見ていました。そしてある裁判の小さな判決の記事が出ていたんです。事件というのは妻と別れて残された3歳の男の子を男で一つで育てておった父親が、まあ、育児に疲れ果てて合戦をひねって無理心中を図った。しかし結果的には子供は死んでしまったんですけれども、
父親は一命を取り留めることになってしまったんです。で、この事件を裁いた東京地裁の担当の裁判官が、いろいろ調べてまいりますと、男自体で被告は慣れない手料理を作って子どもに弁当を持たせて保育所に通わせていたという保育所の保護たちの証言や、また日夜深い悔恨の情を示しているというようなことを配慮して執行猶予になったんですね。実刑は止められませんでした。で、記事は裁判長が判決言い渡しの後に特別に言葉を継いで、この被告に向かって一人だけで悩まないように、人生は長い目で見れば割と公平なものである、今まで君は精一杯生きてきた、そろそろいいことがあるかもしれない、くじけないようにと言って被告を励ましたという記事だったんです。で、身につまされる内容であったのと、割と公平とかいいことがと二言が印象的だったので、この N さんという人は二度繰り返してみました。そしてその日友人に出会って、友人にその記事のことを話しました。私はこの10年余り娘を死なせたり、女房が入院したり、踏んだり蹴ったりで神も仏もあるものかと思います。もみくちゃにされ、もうだいぶ前からヘトヘトです。だから裁判の記事のこの被告も、そして裁判長の言葉も本当によく分かった、いい話です。もうだいぶ前から僕も人生の最後の3年、いや3年と言わない、3ヶ月、せめて3時間でも3分でもよい、ああ今幸せだと思えたらよい、悪く言えば諦め、よく言えば達観ですがね、こんなはずじゃない、やがていいことがあるだろうといい方に考えて自分を慰め期待していますね、と、まあ、友人に話した。友人は終始寡黙でした。 N さんはそれを自分への、まあ、思いやりと配慮だというふうに感じました。そして静かに別れて帰りかけたんですけれども、途中まで帰った友人が引き返してきて彼にこういうふうに言ったというんですね。フリーチェの言葉に、人生は学校である、そこでは幸福よりも不幸の方が良い教師であるというのがあります。もしあなたが、今の不幸な境遇になかったら、長官の記事もたとえ目に留まったとしても一面の三面記事として何の考えも湧かなかったはずです。近いうちにきっといいことがありますよ。で、一気に喋った友人は、まあ、元の快活な友人に帰って小走りに去っていったというふうに結ばれていました。泣くに時があり、笑うに時があり、悲しむに時があり、踊るに時がある。人間誰も時というものをどうすることもできません。時が来たって生まれ、時が来たって死ぬ。そこには厳然とした時の支配があります。これは普通神なしにこの時の支配というものを考えるときに、人は運命論者、宿命論者になってしまいます。ですから神を問題としないときに、すべての人生において起こること、歴史上に起こってくるあらゆる出来事が美しいなどとは言えないことになってしまうんです。しかしそこで神を仰ぐときに、その時は神の配慮の時ということになります。佐藤春夫という方が忍耐についてという本を書いておりますけれども、その中で、今日この、瞑想のところに書いていただいた、心の間のところに書いていただいた言葉が書かれておりました。ちょっと難しい言葉かもしれませんけれども、こんなふうに書かれています。
神が時を支配するとは、いかなる時点における出来事も、すべて神の支配下にあるのであって、従っていかなる出来事も神が良しとする時点において起こるのであって、その時点が来なければ何事も起こらないということである。これがつまり、神学でいうと神の摂理ということである。私たちは神が時を支配されるというふうに信じています。神が時を支配していらっしゃるのだとしたら、私たちの人生の中で起こってくるどんな出来事も神がお許しにならない限り、またその時点が来ない限り何事も起こらない。さて、その中で起こる出来事、神の支配の中で起こる出来事、それを神がなさることは皆その時にかなって美しいと受け止めるにはどうしなければならないのか、どうしたら神がなさることはその時にかなって全て美しいと受け止めることができるのか。結局人間は神に作られたのであれば、神の支配、神の摂理から一歩も抜け出すことができません。神をいくら無視しようと考え、またそのように見えても、神の摂理を別にして人は生きることができないのです。ですから、それが神なき状態において受け取られるとき、人は宿命論者となり運命論的に考えざるを得ません。伝道者ソロモンが、天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時があると言ったときに、この聖句の季節という言語、ヘブライ語は前もって定める、命じるという言葉から派生した言葉であります。したがって天が下のすべてのことは前もって定められた時があるという意味になります。神はその知恵によって日の出日の入りの時を定められました。季節もお定めになりました。そして動物や植物が種から成長するのに必要な時も定められました。同様に神はその配慮のうちにあって、人間一人一人の救いの計画のいろいろな状態に対して時と季節をお定めになったのであります。ですから、聖書の言葉を少し一つ引きたいと思いますけれども、コリント人への第2の手紙の第6章、公約で283ページ、共同訳で354ページ、コリント人への第2の手紙の第6章、その第2節、神はこう言われる。私は恵みの時にあなたの願いを聞き、救いの日にあなたを助けた。見よ、今は恵みの時、見よ、今は救いの日である。私たちがキリストを信じることによって、時というものの受け取り方、持ち方が全く変わってしまうということです。今まではどうしようもない時の支配の中にただ支配されていくしかありませんでした。あるいは人間のあるがままの運命に支配されていくしかなかった。しかしイエス・キリストの十字架と復活において、私たちにとってあらゆる時というものが恵みの時となり、救いの時となりました。神のなさることは皆その時にかなって美しいと伝道者は言いましたが、この言葉の実現は皆キリストにある。キリストにあってここに挙げられている生まれる時、死ぬる時、
植えるとき、植えたものを抜くときがあるというすべての出来事、人生万般の出来事が皆恵みの時の出来事と変えられる。ですから植えるとき、抜くとき、殺すとき、癒すとき、壊すとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、悲しむとき、喜び踊るとき、すべてが恵みの時となる。死ぬことも病に倒れることさえも恵みである。なぜならキリストにあって愛働いて万事は益となる、永遠の救いにつながるからです。しかしキリストがなかったらどうでしょうか。人間は生まれながらにして死刑囚であると言われています。死はまさに呪いであります。病に倒れることは災いです。癒されることは嬉しいですけれども、癒される時があればまた病む時もあります。立てることは素晴らしい。しかし立ったものはまた壊す時が来ます。確かに幸運をつかんで大成功する人もあり、栄誉栄華を誇っているかもしれません。でも時が来れば必ず没落の時がある。いわゆるこの世の時、神の時があり、この世の時がある。そしてこの世の時は全て終わりが来る。この世の時は全て滅びにつながるということです。ですから神なしに人生万般の出来事はこの伝道の書の中でパウロは空の空であるというわけです。滅び、災いの時となります。しかしキリストにある時、すべてが恵みの時、すべてが救いの時となる。今という言葉は不思議な言葉です。まあ今という言葉は現代の流行語になりまして、今でしょっていうのが流行っているようですけれども、本当に今というのは不思議な言葉です。老人たちは過去に生き、若者たちは今に生き、未来に生きると言われます。恵みの時、聖書は今は恵みの時だというんです。今は救いの時だというわけです。恵みという言葉の中には喜びが含まれていました。幸運ということが含まれていました。今は喜びの時、今は黄金の瞬間だという意味です。現在だけが私たちのものですから、過ぎ去った昨日はもう帰ってこないんですから、私たちは過去ではなくて、この恵みの時を、私たちの好機を生かして用いなければならない。時という車にはバックする機能がついていないんですね。前に進むしかありません。今という好機を、再び戻ってくることのないこの時を、本当に悔いのないものにするためには、今の時を生かして用いなければならない。もう一つ御言葉を読みたいと思いますけれども、エペソ人への手紙の第5章、15節と16節、口語訳で306ページ、共同訳ですと415ページ。エペソ人への手紙の第5章の15節。そこであなた方の歩き方によく注意して、賢くないもののようにではなく賢いもののように歩き、今の時を生かして用いなさい。今は悪い時代なのである。この聖句を見まして大変興味深く思ったのは、今は悪い時代なのであるという言葉でした。これをパウロが書いたんです。約2000年前、
聖書記者は自分が生きている今という時代を悪い時代だと言いました。どうも歴史を見ますと、人はみんないつの時代に生きても自分が生きているその時代を今は悪い時代だと感じたみたいです、ね、近頃の若者はっていうのは現代の人たちが考えるだけじゃなくて、孔子の時代にも近頃の若者はっていう言葉が流行ってたというわけですね。ですからどの時代にも人は今という時代を悪い時代だと考える。だから賢く歩きなさいというのです。時は人生を形成する要素であります。ですから今の時代を生かして用いなければなりません。しかも私たちが用いることができる唯一の時は今だからです。どのように生かすことができるでしょうか。ある人が次のように書いていました。考える時を持て、それは力の源である。活動する時を持て、それはいつも若々しい秘訣である。読書する時を持て、それは知恵の泉である。祈る時を持て、それは地上最大の力である。愛し愛される時を持て、それは天与の何よりの特権である。親切をする時を持て、それは幸福への道である。声を立てて笑う時を持て、それは心の音楽である。与える時を持て、そうすれば一日など利己的なためにはあまりにも短い。働く時を持て、それは成功という代価を払ってくれる。みんなその時にかなって美しい生き方の秘訣がここに一つあるのではないかと思います。私たちが人生の旅路のどのあたりに差し掛かっているにしても、その時にかなって美しくありたいものだと思います。何人かの人々が集まって一年の季節の中でどの季節が一番美しいかについて話し合っていました。でそこに居合わせた一人の老人、敬虔な老人が意見を求められました。彼は静かにこう答えたというんです。春になれば冬枯れをした草木が新しい芽を吹き出し、夏になれば青葉が茂って天地も生き生きとしたものを感じる。秋になれば豊かな刈り入れがあり、冬になれば葉の落ちた木の間の枝の間から星のきらめきが見える。四季それぞれの眺めにある。優劣を定めることはできない。神様のなさることは皆その時にかなって美しいという他に言葉がないと言いました。確かに自然の美しさばかりでなく人生の美しさについても同じです。自然に冬の美しさがあるように、人生にも冬には冬の美しさがある。人生の夜が暗ければ暗いほど星は美しく輝き、その暗さが深ければ深いほど金色の月は大きく静かに横切ることでしょう。ある春の美しい朝、山を散歩していた一人の人がいつも小屋の前で一人の老人に出会いました。そしてその日も後人その小屋の前を通りかかるときに老人に出会った。で老人はいつもその小屋の前に立って、そして山に向かって帽子を取ってうやうやしく頭を下げていました。で通りかかったいつもの人は頭を下げていたので
お祈りをしているんだろうと考えたんですね。でしばらく黙っていまして、老人が頭を上げた時に、彼はこう言ったんです。おじさん、お祈りしてたんでしょ、だから声かけなかったんですよ、と言ったんですね。すると老人は、そうじゃないんだと言いました。でも何をしていたか話してあげる。毎朝この50年間世界の美しさに対して私はここで帽子を脱ぐことにしているんだよと言ったと。老人は50年間毎朝と言いました。そこには快晴の日もあったでしょう。嵐の日もあり、深い霧の朝もあり、吹きすさぶ寒風の日もあったに違いありません。しかし老人の目にはどの朝にも脱帽したくなる美しさが見えていた。殉教の日、その日にはその日の美しさがあります。しかし人の情けは悲しみの日に、人の真実は逆境の日に輝く星です。人生の逆風の日にも脱帽したくなる美しさがあります。でも今私たちは本当に悲惨な不幸なたくさんの出来事に囲まれて日々を過ごしています。ですからソロモンは私たちに永遠を思う思いをさせる。人の祝いはうまくいっても80年でしょうと言ったんです。でもその80年しか生きない私たちに永遠というものを考えさせてくださった。私は若い時に80歳まで生きることができたらもう十分だと思うだろうと思っていましたけども、いざ80歳になってみると、まああと10年は生かしてもらいたいなっていうふうに考えるようになりました。ですから人間には永遠を思う思いはずが、でもこの悲惨な事柄に囲まれているこの世界に生きるにあたって永遠を思う思い、不老長寿を願う願いが私たちに与えられているということはある意味で酷なことだと言ってもいいかもしれません。ですから永遠を思う思いはお授けになっておられるから、神のなさることは時にかなって美しいんですが、私たちがそれを時にかなって美しいと読み解くことができるためにはそんなに単純ではない。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることができない。私どもの周りに私どもが美しく感じることができない、私どもの感受性ではそれを美と評価することができないさまざまな事柄がある。それはなぜかというと、神のなされる技を初めから終わりまで私たちが見極めることができないからです。そして私たちにはついに私どもが神様が私たちに与えてくださった感受性を持ってそれを美しいと感じることができなかった事柄の背後にどんな神の摂理、神の備えがあった、その不幸な出来事がなぜ恵みと言えたのか、なぜ救いと言えたのかということが分かるように、そのベールが取り除けられる日がやがて来る。それは本当に私どもに与えられた祝福です。ですから私たちは私たちの周りに起こる全ての出来事の中に神が秘めておられる美しさというもの、その神のなさる技の恵み深さというものを感じ取ることのできる感受性を養いながら、神が与えてくださったこの恵みの時、救いの時を生かし、その中にある美しさを喜ぶことのできる信仰を育てていくことができれば幸いだと思います。御言葉は心から感謝したいと思います。閉会賛美歌301番。
301番です。どうぞお聞きください。天におられます恵みに富みたまお神様、あなたは私どもが住まうこの地球のために、私どものために数々の美しいものをお作りになってくださいました。その美しいものに感謝する心を与えてください。またそしては多くの人々と出会い、多くの人々と交わる中にあって、たくさんの美しい思いを見ることができるようにしてくださいました。お恵みを感謝申し上げます。なお
私どもの目に隠されているあなたの美しさがあります。その隠されている美しさを見つけ出すことのできる鋭い感受性を私たちが信仰の中に培うことができるように助けてください。そして信じて歩むことの美しさ、信じて歩むことの喜びを経験することができるように、お一人お一人の上に天来の恵みが満ち溢れますよう、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。